皆さんこんにちは、さやぐさ心です。今回、今公開しているダブルスの動画なんですが、ご指摘を受けました。純ちゃんが打ってる後ろに立っていることがペナルティーではないかというふうなご指摘を受けました。でそのことについてルールブックで確認したり、他の方にもいろいろ聞いて見たところ、そのルールブックに書いてあったことを今読みますね。球の後方でのキャディやパートナーの位置、プレイヤーは自分のキャディ、パートナーまたはパートナーのキャディをプレーの線やパットの線の球の後方延長線上またはその近くに位置された状態でのストロークを行ってはならないというふうに書いてあります。で、私が純ちゃんの後ろに立ってパットのラインを見てるシーンがあったと思います。で、それはこのルールを見たところダメ、はい、ですね。で、なんで私たちがそのような行為になったかと言います と私は純ちゃんと2人で1人だから、純ちゃんが打ってるところは、私が打ってて私が見てるぐらいの気持ちでいました。でもそれはパートナーというふうにルール上ではあって、2人で1人ではないと。私は私、純ちゃんは純ちゃんで、私のパートナーは純ちゃんというふうなルールなので、2人で1チームだけど2人で1人ではないというふうなことですね。で、これは完全にこう、なんていうんですか、ルールを調べているのが少なかったっていうか、知識不足だと思っています。今日、明日、明後日公開される動画の中にも同じようなプレーが見られると思います。で、そのことも、踏まえ、こういろいろみんなとも話をして、今回私たちのやってることはペナルティーが課せられることだったんですが、アテストもして予選突破になっています。で、試合も終わっているので本戦も出られるということになっています。ですが、この動画を見てダブルスのルールを知ろうとする方もいたり、ダブルス競技に出ようと思う方もいると思うので、この動画を参考にされると、まずいというふうに私も思います。なので、私たちが今後この予選本戦っていうふうに進んでいくのは良くないなと思うので、本戦は辞退したいと思います。で、なぜこの動画を今回出したかと言いますと、この動画ね、たくさんの方に見ていただいてるのが本当に嬉しいことなんですけれども、こういうふうに間違ったことを何も説明せずに伝えていくのは違うなと思ったので、こういうふうに私が出ることにしました。で、今後もたくさんの方に見てもらいたいと思うので応援してもらいたいと思います。これからもスポーツをやっていく人間としてゴルフともしっかり向き合っていきたいと思います。今後も応援のほどよろしくお願いします。